マンチェスターユナイテッド対、さあ間もなく試合が始まります。さあキックオフ、試合開始です。ルーニー、ビディッチ、さあこっからだ、先制のチャンス、そのままいっか、ゴールマウスのわずかに右、ヒエリー、グロス、ピルル、おっと、チャリック、クリスティアーノ・ロナウド、さあ戻してサイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。ザンブロッタ、もう一回ザンブロッタ、パヌッチ、左へ小さく回します。これは合いませんでした。さあ競っていく、後ろからのマーク、クリスティアーノ・ロナウド、横へ動きます。競り合った、一人で上がりますと、ここまで来た、クリアしきれていないか、ピンチを逃れました。コーナーキックになります。行くか、ここは一難逃れます。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。激しく奪い合います。前方へ、おお、外から行く、まだ持っていくと、抜けてきた、いいですね、これはしのいだ、これはコーナーキックです。ゴール際人が集まっています。さあショートでつないだ、コースを探している、中央ボールが出てきた、シュート右足、これはあーオウンゴールだ、いやーもったいないですよね、これからのプレーに響かなければいいんですけども。さあイタリア、形としては不本意な得点を与えてしまいました。そうですね、相手にとってはラッキーなんでしょうが、すっきりはしないですよね。早くも攻守が変わっています。マンユー、安定した攻めを見せています。キャリックスペースを使う、さあ競っていく、さて前へ抜けようというところ、中に2枚、ああ入った、ゴール、これね、守りがねちょっと緩い感じですね。2点目、マンユー差を広げてきました。マンユー今のところいい展開で得点を重ねています。ねえ、うまくペース掴んでますよね。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。ええ、一瞬の隙というのは怖いですよね。カウンター、マンユー、さあ25分が経過しました。この時点で2点のリード、しかしよくボールも回せていますね。本当ですよね、そういった面ではミスらしいミスないですからね、いいですよね。そうですね、右に回して、手元の時計では30分が過ぎようとしています。スコール、ここで受ける、さあ来たぞ、中には3人いる、ダイレクトに行った、リスティング、ヘッドで競り合います。ルーニー、ペベス、ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。イタリア、ここはしっかりと守りました。プレッシャーをかけます。北澤さん、マンユー得点後の動きなんですが、どのように映りますか。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね、さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なる
ッティング。ヘッドで競る。奪い返した。いいプレッシャーだ。ドリブルで上がっていく。中を見た。ここまで来た。まだ上がっていきます。さあ追加点なるか。ここはよく守りました。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。キャリック。マンユー若干押しています。さあ右サイド、シュートに行く。おっと入った。おっと来ましたね。前半の40分、マンユーさらに突き放しました。クリスティアーノ・ロナウド、またまた。さあ3点差のついた試合となってしまいましたがいかがでしょうか。そうですね、試合運びと気持ちの両方で差がついてしまいましたね。ここからビディッチ、ディフェンダーとしてプレーします。落ち着いています。素晴らしいプレーだ。ここで流れをつかみたい。ロスタイムは約2分と出ています。デロス、そしてダトゥーズ。さあ競っていく。抜かせません。さあここで動いた。追加点のチャンスだ。いやループシュートできましたね。いや見せてくれますよね。グロッチ。ここで長い笛、前半終了です。マンユー着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですがどうでしょう。はい、抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手が今後半が始まりました。マンユー引き続き前半の勢いを見せてくれるんでしょうか。おお、回します。ここで動くか。競り合います。折り返せるか。繋いでレブル。いいでしょう。ここはディフェンスされました。イタリア苦しい状況です。ここはペルロッタ、持久力のある選手です。イタリア、さあここまで押し上げてきました。エブラ詰め寄られました。チェックに行く。さあ追加点のチャンス。ここで激しいサイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。前方へ。左サイドから上がっていきます。細かいボールの奪い合い。中には味方がいない。さあ固まっている。いい守りです。大事なところ、まだ諦めていません。ああ枠の左。おっとここでイエローが出ました。これさっき当たった時でしょうね。ここで選手の交代があるようです。カーディナル、マンユー支配率では若干押しているように見えます。ギグス、中盤のプレーヤーです。さあ追加点になるか。行くか。かろうじてクリアしました。ブラウン、さあどうする。さあ競っていく。左足シュート。ザンブロッタ、後ろ左へ送ります。ちょっと攻めあぐんでいます。ピルロ、イタリア決定力の差が現れています。ここで激しい
イタリアちょっと相手になりません。クリアです。ここは戻ったディフェンス陣にしっかりと守られた形になりました。イタリア今一つ思うように攻めきれていません。イタリア非常に難しい試合展開になっています。これはファールを取られました。イタリアここからの直接フリーキック、中央からいった、キーパーしのいだ。さてコーナーキックに変わります。ここは得点したいところです。真ん中へ入れた、いいディフェンスだ。さあ固まっている。さあ一人で上がっていきます。激しいチェックが続きます。右からいきます。おっと抜けてきたぞ。ここで奪い合うと当たったか。これはどうだ。いやこれはそこですよ。さあチャンスになります。絶好のチャンスです。直接狙った。ザンブロック。イタリア一矢を報いたい。さらに返す。そしてここはザンブロッタ、ペルロッタ、まだシュートは打っていません。いいですね。これは危険なプレーです。リスタートが早い。後方へパス。あっとここには誰もいません。ガッドゥーズ、この選手はスタミナがあります。自分たちのリズムに持っていきたい。パヌッチ、前に送って、グロッソ、ピルロ、中盤の選手です。中へは、うわーっとチャンス。中へ一人入ってきて、味方の選手が入ってきたところでそこへ入れてきたんですが、ここはしのがれています。マンユー大差でリードしています。今後半の40分が経ったところ、右へ出した、果敢に奪いに行きます。追加点のチャンスだ。ここまで来た。これはコーナーキックです。ここは集中した方がいいですね。ブラウン、ボールを回して、ペルロッタ詰め寄られました。ここは一人で上がっていきます。イタリアペースをつかみたい。右へ、ブラウン、マンユー、まあこの状況を見るともう安全圏に来たかなとも言えませんか。どうでしょう。いやでも選手はこれまでかなりプレッシャーを感じてきてましたからね。ここで消極的にする必要はないでしょうね。なるほど。イタリア2本目のコーナーになります。来た、これまずい。イタリアコーナーキックが続いています。イタリア絶好のチャンスを得ます。よく守っている。ヘッド、上が鳴りました。3対0、マンユー見事大差で勝利を得ました。結局前半のゴールが決勝点。しかし北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついた試合になりましたよね。マンユーとしては申し分のない試合だったと思いますから、もう大満足でしょうね。そうですね。では本日の試合内容を振り返ってみます。前半40分過ぎ、クリスティアーノ・ロナウド、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。そうですね、シュートに入る前のことなんですけど、途中いい形でつなげてましたから、ああいった波に乗れる攻撃ができたんだと思いますよ。そしてさっきまで画面で映っていたんですが、前半18分、オンゴールのシーンがありました。今思うとあの時点で今日の勝敗がついたことになります。ええ、まあ選手に対しては今後プレーに影響を出さないためにもあまり引きずらないでほしいですね。そして今度は試合終了後のデータを少し見てみましょう。マンユー、シュートの数だけ見ても相手を上回っていますね。そうですね、特に前半などはやっぱり攻勢でしたからね。
ご覧の通り結果は3対0、マンユー3点差をつけ快勝です。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。皆さん、また次回お会いしましょう。